岩根駅は、千葉県木更津市岩根山頂目にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である、内房線で唯一総部、横須賀線直通快速列車が止まらない駅である、第二海軍航空所を開設した、当時の海軍より設置を要請され開業した。当駅は、2009年3月14日以降は、内房線の快速列車運行区間で、 2010年12月4日以降は、外防線の直通区間も含め、唯一の快速列車通過駅となった。当駅における快速列車の停車は2009年に、地元自治会や商業団体などが組織した推進団体により、木更津市に要望書を提出するなどの活動が行われた後、2011年3月に JR と市の間で合意がなされている。しかし、 ホームの延伸など設備改良を行った上で実施する予定だったものの、同月に発生した東日本大震災に伴う JR の設備投資計画変更の影響により実現していない。ひ更津市は快速停車について京葉線快速を先行停車させる方向で JR 東日本と協議していたが、2015年3月のダイヤ改正で 京葉線快速の停車が実現することとなった。改札口駅ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で駅舎は上りホーム側に立地する。互いのホームは古戦橋で連絡している。ホームはかさ上げされていない。木更津駅管理の JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託する業務委託駅で自動改札機が設置されている。かつては もしもし、券売機カエくんも設置されていたが、2012年2月23日に廃止された、2018年度の1日平均乗車人員は1755人で、ある JR 東日本及び千葉県統経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、バンス日形の前浜日形潮干狩りができるバンス日形周辺の海岸には、 徒歩約40から50分。小港鉄道によって運行されているが、いずれの路線も、運行本数は、比較的少ない。東日本旅客鉄道内房線快速通過、通勤快速、快速、普通袖ヶ浦駅岩根駅木更津駅駐車区、編集出展、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集 JR 東日本の2000年度以降の、 乗車人員千葉県統計年間、ありがとうございます。